割とね、はい、P ちゃんに対するお便りがすごい多い、ね、高明さんにリオンカステルさんに、この猫ゆきさんとかね、ね、彼にも P ちゃんの彼にも奇跡が起きて幸せでいてほしいものですあというね、そうそう、元帥は奇跡が起きましたが、その代わりピーちゃんはっていうふうに思ってる人のために一個朗報がっていうか、はい、一個朗報がっていうかね、はい、まあ、昔々これビデオなってたのかな、はい、楠本修正秋の祭典スペシャルっていうのがありまして、はいはいはい、その中で実はあの後の話がされてるんだよ。そうなんですか。うん、秋の祭典スペシャルの中では。へえ。あの話から繋がっていく、まあ他の話があの話に繋がっていく話で、はいはいはい、あの中で確かやってたのは長沢と、はい、長沢対有馬と児玉かな。おうおう、長沢、有馬、児玉の3人が忍術学園の生徒で、はい、その忍術学園の生徒とあのピーちゃんは雪山で会うんですよ。ほう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 。で、実はピーちゃんを助けられる話が秋の祭典スペシャル後日談であるんです。それはだからピーちゃん実は助かってるんです。おお、そうなんですか、うん、だから捜索したけどそんな人はいませんでしたっていうのは本当はそこにかかってるっていうか。なるほど。秋の祭典スペシャルでだからそれだけ捜索続けたのに、はい、死体が発見されなかったのはあれ助けられてるから。そうなんですか。もっと言うと、はい、これ別にそうだったのかって言われてもそれはみんな分からんのだけで、だから9月の式典の中で、はい、雪山の中に忍術学園があるっていうのは、はい、それを実は入れてるんだわね。そうなんですか。だから本当は、まあ、そこまで描いてしまうと、はい、ちょっと崩れてしまうんで9月10月が、だから9月の忍術学園がなぜ雪山の中にあったかっていうと、あの忍術学園の生徒たちが後でピーちゃんを発見して助けて連れてってしまうっていう話が実はあるんですが、あ、そうなんですね。もしピーちゃんのその後が気になる人は、もしビデオになんかなってるんであれば、ええ、もう販売はしてないと思うけど、はいはい、誰かに貸してもらうなり、ええ、ヤフオクで落とすなりなんなり、はいはい、もしかしたら僕の家を探したらあるかもしれない。まあビデオ化自体されてないかもしれないけど、あ、まあ、されてなかったらどっかでやろうぜ。じゃ あ、そうですね、うん、そのためにね、あのサットンとか千秋たちに忍術学園やってもらってたんだ、はい、そうですね。でもここで今オチバラした上でやるのもなっていう。それもなんか微妙なんだよな、オチバラした上でやるっていうのもなっていうのはあるんだけれど、はい、でもちゃんとあのピーちゃんは幸せにパン屋やってますよ。お、よかった。幸せにパン屋やってます。ピーちゃん何気にね、スピンオフ的に僕の作品とか一人芝居の中でよく出てくるんだよ、はい、あ、そうなんですか。よく出てくる。へー。何かと出てくる。ブラック元帥並みにあの出番が多いないし、式典本編ではあの1回しか出てないんだけど、はいはいはい、ブラック元帥に至ったら式典本編に1回も出てきてないんだけど、妙に登場回数が多いっていう。へー。っていうね、スピンオフ的な楽しみ方もございますので、はい、1月5日のウエストでそれやってもいいけどな。あ、ウエストで、ウエストでその秋の祭典スペシャルを、はい、まあ、なんとか30分ぐらいに縮めて、はい、すげえ忙しい話になるけど、はい、30分バージョンにしてやってみて、はい、キネマクラブ見に来てない人にはさっぱりわかんないっていう。何にも感動できないっていうか、話よくわかんないし、はいはいはい、30分じゃその今までのいきさつも話せないし、はいはい、でもいいじゃん。まあ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 、もういいよ、別に何とか想像で補えないっていう。きっとこういうことがあったっていうことなんだろうっていうのはね、最近の人たちは想像力が豊かですから。そうですね、想像で補って、はい、っていうふうにして、僕は今どんなことしたかあんまり覚えてないけど、それはそれで、うん、面白いかもしれない。面白いね。リクエストくれたらじゃあ考えます。はい、ということで、2巻です。ピザの宅配ドライバー、配達先でマリファナの匂いがすると警察に通報。コロラド州在住の男性宅に突然警察がやってきたという。この男性宅にピザを配達したドライバーが配達先の家でマリファナの匂いがしたと警察に通報したからだが、実はこの男性、医療用大麻の使用者だった。結果、警察に自宅捜索される羽目になったが、取材で、私は医療目的でのマリファナ使用を認められているのですとコメント。また、今回の騒動を知った地元ピザ宅配のライバル店は、マリファナ合法化が来年の住民投票で取り上げられるかどうか決定されるまで、
この男性に毎月ピザ1枚を無料で届けますと発表しているそうです。あとやるとね、そうだっていう、もうなんでわかるんだっていう、なぜ君はわかるんですかっていう、そうですね、のと同じような、はい、まあ、ピザの店舗側は、まあ、従業員を信じていますと話してるそうですよ。まあね、うちの子に限って何をおっしゃいますやろ、はい、うちの子はもうピザが好きですって。しかもあれですよ、このなんかさらに合法と認められた場合に、この男性に、あの、無料でピザを届けるのが永遠に続きますだそうですよ。そう、そう、どんだけ太らせるか。延々と。まあ、あるんだから食わなかなって、こっち食っちゃうと。毎月、ずっと届けられる。あっちの食生活で、あの、体型を維持するっていうのは不可能に近いよ。本当に。そうですね。向こうのチョコレートケーキもすごいじゃん。はい。感覚違うじゃない。そうですね。そのサイズも違うし。で、それじゃあ飽き足らないんでしょ、向こうの人たち。はい。それに練乳をかけて食べるのがマストっていう。どこまでだろう。とことんなんだろうね。もうとことんなんでしょうね。辛いものは散々辛くっていうのが、はいはい、甘いものは散々甘く、激甘っていうのがあるんでしょうね。本当に甘いですもんね。うん、だからさ、そのさ、はい、個人を偲んでっていう感じで、お葬式の席で、はい、個人が好きだったチョコレートケーキですっていう風にどんどん出されてみんなで食べたんだけど、はい、その個人が好きなものを忠実に再現しましたっていうものだったんで、はいはい、そしたらそれ、個人が好きだったのはタイマ入りのチョコレートケーキだった。そのタイマ入りのチョコレートケーキをみんな食べて吐き気とかめまいを訴えるように脱出したっていうことがアメリカで、あと、それもなんか医療用のなんかだって言ってたよ。はいはいはい、医療用の大麻で、あーなるほど、とかいうような話がねえあったんだそうです。ひどいですね。あ、これいこうかな。はい、あ、いけるか、いけるか、はい、あのね、これひろみた、はい、白瀬先生、まじま大佐、スタッフの皆さんこんばんは。猫の大佐に引っかかるだけが治ってますよ。大丈夫です。なんか髪の毛もなっ、あの、ざっくりやられましたけど。あ、あ、やられたんですね。ざっくりやられましたね、この大さんに。結構うまいですね。うん、本当に。あ、結構いいカットする。ああ、ちょっとこっちとこっちと長さが違う。安心、心名な。安心名な。最近の流行りを意識した猫の大さんなりのカット。あ、なるほど。すごいですね。ちゃんと流行りも。シャキンと。シャキン、シャキンと。やられましたもんね。私は中央線で通勤しているのですが、先日の朝遅延しており、運行情報の画面を見ると理由が動物と衝撃、ん、動物と衝撃、下にはアニマルインパクトなるほど、衝撃と書かれていて、何があったのと調べてみたら犬とぶつかったとのこと。犬、うん、何かもっと重大なことがあったのか、それなら衝突でいいのではと思ってモヤモヤしてしまいました。これってさ、はい、以前なんか君と、あ、京浜東北だっけ、あれ。そうですね。なんか、はい、なんかで移動するときに一緒に移動になって、ええ、京浜東北線に乗ってて、はい、自転車と衝撃って言ってましたね。言ってました。衝撃って言ってました。衝突じゃねえかっていう話をしてましたね。衝突の間違い、衝撃じゃねえだと思ったけど、衝撃なのかな、衝撃なんですね。っていうか、衝突って表現避けたいのかな。あ、そうなんですかね。結構ぼかしますもんね。うん、いや、ぼかすけど、衝突と衝撃ってそんなボケてるか。ボケてないですよ、ね。どちらかというと、なんか向こうがボケてる感じがしますよね。ちょっと、落ち着けって。落ち着け、落ち着けって。焦って間違えたのかなっていう。あれ、でもすんげえ待たされたな。そうですね。そうなんだよ。だから、マジマと移動するとあれがあるんだよ。なんでかじゃない、マジマと移動すると絶対そういうことがあるんだもん。おかしいですね。あれ、自転車と、はい、自転車が投げ込まれたってか、言ってましたけど。えらいことですね。投げ込まれた。えらいことですよ。はい、何を思ったの。どうし、何がしたかった、何がしたかったの、どうしたかったの。でも結構うまいですよ、あの、投げ込んでちょうどレールのところに行ったってことですよね。そうだね、はい、なんかいろいろと部品を今拾っておりまして、その細かいところはいらないけど。いつ動くのって、まあ、結構動かないってことが、まあ、言いたいんだろうな。まあまあそうです、なんで自転車ぐらいどかしゃいいじゃないかっていうふうに思っている人たちのために、いや今バラバラになった部品をどうのこうの。で、本当に自転車だけなんだね、じゃああれ。たぶん、わかんないけど。まあ、わかんないですけどね。うん、だったのかね。はい。まあ、ということは、バイセコインパクト。バイセコインパクト。バイセコインパクト。もう、ハンマー投げても、微動処理。微動処理。っていう感じだなっていう。まあ、なんかさ、中日、何新聞だったかな、読売新聞か、中日新聞だったかな、忘れたけど、どっちでいろんな、こう、忘れたんだけどさ、なんか新幹線のね、はい、
ことがちょっとなんかこの下にコラムみたいなのあるじゃん、あ、はい、一面のコラムに、はい、その新幹線の運転席に乗せてもらったんだって、お大昔に、はいはい、そのまだ開通した頃にその記者の若い子が乗せてもらった時に急にそのなんだ、フロントガラスにバンと茶色い液体が飛び散って、はい、で何ですかこれって言ったら、ああスズメですっていうふうに言われて、うわでそれで鳩やスズメがぶつかることはよくあるらしくて、そうなんですか、だけどカラスだけは絶対ぶつからないんだって、へえ、やっぱりカラスっていうのはそういうところも頭のいい動物なんだっていうことを言われながらも、新聞と一緒にそんなね、だからトラウマになるようになるんだよすげえ想像するって、本当ですよ、茶色い液体が飛ぶ、いやなんで朝からこんな嫌な気分にさせられなきゃいけないんだと思いながら、まあ、ある程度インパクトを与えなかったんでしょうね、そうですね、コラムとしての、はい、動物と衝撃ですよ、もうそれはもう衝撃ですね、アニマルインパクトです、アニマルインパクトですよ、お会いいたい元帥こと楠本修正とマーシーこと真島新でした、明日お会いいたしましょう、バイバイ、バイバイ。